はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。高島様、小川様、久保田様、三幸様、横田様、秋山様、アシュシュ様、武蔵の親父様、のりお様、たまらんちん会長様、さとこ様、初江様、くにやん様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。4月2日あさって NHK スクランブルでも開催いたします。割増金とかで調子こいてる、NHK に鉄槌を下すため、皆様よろしくご参集ください。話は変わりますけれども、頭髪の、薄くなったな、勢いがなくなったなというですね、特に男性ですか、中高年男性、頭髪ね、小西じゃない方のひろゆきさんもですね、なんか遺伝的に薄毛の家系なんだって。で、気にしてですね、いろいろ調べたんだけどみたいな。でね、ホームレスの男性は薄毛が少ないっていうのが、もう統計的に出てまして、これに対してですね、ひろゆきさんが持論述べて、おられましたけれども、ホームレスの人は何しろたっぷりと時間があると。で、睡眠時間が、ホームレスじゃない人に比べて長いじゃないか。あとですね、しょっちゅう頭洗わない。たっぷり寝て、あんましシャンプーしないのが、薄毛防止予防の、秘密なんじゃないか。持論、ひろゆきさんの持論ですけどね。そんなことを言っておられました。なかなか靴沢チャンネルはトリビアじゃないや、役に立つチャンネルですねと、宣伝しておきまして、明日4月1日から始まる NHK 割増金まとめでございます。何度も喋ってますけれども、とうとう明日から始まりますからね。ここで覚えたことを周囲に教えてあげてください。ビビってる人いたらって話ですけど、真面目に受信料払ってですね、テレビ見てて、NHK を楽しんでらっしゃる方は関係ない話ですけどね。宛名がない住所のみ記載の特別宛てどころ郵便で契約を促す封書が届いた方は、割増金対象外が確定。取られっこない。そこに誰が住んでるか分かってねえんだから、 NHK は確定です。ご安心ください。封書は気にせずゴミ箱へ。割増金の対象者、ケーブルテレビ契約者で NHK 未契約の方、1時間に15分表示される契約を促す邪魔表示を消すために NHK に住所氏名を教えちゃった方、未契約の方、この2パターンに該当する方は4月1日明日から割増金カウント開始であります。最速で6月1日に2ヶ月かける2倍の4400円の債権が生じてしまいます。これ経営委員会で発表されておった6月1日からですみたいな、2ヶ月間猶予を置きますみたいな、4月1日からでですね、2ヶ月かける2倍の4400円、1ヶ月1100円地上波のみだとね、もっとも衛星込みだと、2000円ですから、とりあえず地上波だけの契約を考えた場合、1ヶ月1100円ですから、2ヶ月間で、4ヶ月分の債権が生じる。報道にあるですね、受信料プラス2倍の罰金で3倍は間違いです。嘘です。未契約期間は受信料は課金されませんので、頑張ってですね、未契約状態を続けると、毎月2000円ずつ債権が増えます。けれども、回収手段は NHK だからといって特に優遇されておらず、受信料の滞納と同様になる。一般民事同様に裁判所による支払い命令っていうことになります。割増金の対抗手段なんですけれども、テレビの所有を NHK が裁判で証明できない状態にすることが、割増金払わないで済む方法ですね。ケーブルテレビを解約するとか、テレビを捨てる、邪魔表示消すために連絡したけど、もうテレビ捨てたから、いうようなことをNHK に伝えてもらうとかですね、本当に捨てるであると、ケーブルテレビは見たいが NHK とは契約したくないっ
手形は現状ですね、割増金の債権増加からは救済できません。ただし払う払わないは別問題。受信料滞納なんていうのは一般的なもんですから、受信料も割増金も滞納。ただですね、裁判所から払えって命令が来ると払わざるを得なくてですね、それが倍になる。頑張った期間の分だけ滞納が倍になるっていう、恐れがありますけれども、受信料滞納の現状なんですけれども、受信料滞納で裁判になる件数は毎年800件程度です。多分これが裁判所の限界なんでしょうね。これ以上裁判所を使うと NHK がその乱訴とか、おめえら裁判所使いすぎって、怒られるでしょうね。これは支払い事項や金額について不服がある人が裁判になります。支払い命令だけでおとなしく払っちゃうケースはもっと多いと思われます。つまり裁判所を使われちゃう、ケースね。滞納件数は契約数の約 25%、経営委員会議事録で発表になっておりました。なので4054万件のうち約1000万世帯が滞納中。多いなおい。これ4分の1が滞納したら他の企業だったらとっくに事業成り立っていかないですけど、3分の1ぐらいが、その4000万契約のうち3分の1ぐらいがホテルや病院。なんつったって一つのホテルで何百も契約しますからね。病院でもね。などの大口契約なんで、あと事業所とか。一般世帯の滞納率は、25% どころではないと。4人に1人滞納どころの騒ぎではない。1000万件分の800件裁判沙汰になりますんで、裁判になる率は、万が一以下なんですけれども、すっきりしないので、テレビ捨てるのがおすすめであります。結局こうなっちゃいますけどね。靴沢はもう20年もテレビなし生活で、無駄な物欲刺激されずに、情緒安定しております。テレビ見るとバカになるっていうのは全国の安倍側の皆さんが実証済みであります。ワンセグ機能がついた携帯は、現状販売されておりません。すべての機種でワンセグ機能抜かれました。不評で。NHK のせいだと思うんですけど、おすすめしないですけど、もしもNHK と話しする機会があったら、ワンセグ内で全く OK であります。今時ワンセグついてる携帯の方が珍しい。あとカーナビもね、テレビ映んねえタイプだわ。それで、全く OK であります。小西博之。衆院憲法審査会は猿で満足。維新三木委員、会への侮辱。民民玉木委員、会への冒涜。割と大ごとになったが、小西はすかさず、フジテレビに対して、元放送制作課課長補佐に喧嘩を売るとはいい度胸だ。と、恫喝、脅迫し、事なきを得た。得てないんですけど、泉健太、腹話術人形立憲代表、行き過ぎた発言しないように求めた。発言は党の見解と異なる。党として謝罪する。参院憲法審査会筆頭幹事を降りてもらうと。高市さんより先に更迭されてネット民大爆笑。一般反応です。大草原深き。ブーメランが過ぎる。散々行き過ぎたのに自爆。ガーシーみたいに懲罰委員会にかけろよ。自民党議員が同じこと言ったら、野党マスコミが大騒ぎして辞職に追い込んだはず。総理秘書官は辞職させられたけど、除名しろ。全然反省しとらんだろ、こいつ。除名しろよ。除名できない理由でもあるんだが。高市を追い込んだと思ったら、自分が追い込まれてたでござる。大爆笑って意見と、処分が甘いっていう意見が多かったでありますね。審査会の筆頭幹事ではなくなるが、平野委員としては残るんだろうか、憲法審査会に。シャーシャーと何事もなかったかのように、憲法審査会に出席するんだろうか。するんでしょうね。小西常人じゃないからな。面の皮が厚いというか、なんかそういう概念ちゃうもんね。同記者会見で泉代表、記者から詰められる。産経記者。記事を載せた晩に小西さんから LINE で、オフレコでその場で撤回した発言をよくも書くと呆れるが、書くなら以下の発言も追加するように伝えてください。修正しないなら法的措置を取ると届いた。こう直せまで全部書いてあった。どう考えても報道への介入なんだが。あとですね、この記事書いたの、Q
共同なんだって、産経じゃねえんだって。だから、脅す先も間違ってる。産経記者を直接脅して、記事を変えようとしていたことを、暴露、泉健太代表に突きつけたと。それを聞いた時の泉の顔が、こちらであります。一般のこんなん笑うわ。さすがに同情するわ。おっとこれ聞いた。はーってため息が聞こえる。刑事ドラマで課長がやる表情だ。またやらかしてくれたな。こういう風に直せって直接。小西のやぶさはマスコミも気づいただろう。ことここに至っても周囲を逆恨みするのが小西と。記者に直接ね、こう直せ、出ないと訴えるぞ。しかもね、間違ったとこに、脅迫と。いやー、散々ね、放送法解釈変更で報道に介入、万死に値するって、高市さんを叩いてた男が、自分が脅迫で報道を変えようとしていたとはね、さすが小西さんだな、サスコニって呼んであげようかな、小西に比べれば、常人の泉がちょっと気の毒になりますね、これね。サスコニ、30日に謝罪記者会見、したそうであります。昨日ですね。発言を撤回し、サルバン族発言で不快な思いをした方にはお詫びしたい。なんかサル岩石みたいになってますけれども、謝罪会見なのに終始ニヤニヤして勝ち誇ってたなんて。で、こいつは本物の〇〇と大好評を博しました。さらに小西、オフレコ取材と認識していた発言は直後に撤回した、言い訳追加。これに対して時事通信、記者団は事前にオンレコの承諾を得ていたという記事を聞きました。毎日新聞も全部録音してた、発言撤回はなかった。フジテレビ録音を精査したが発言撤回されてない。どこもかしこも発言撤回してないし、オフレコでっていうことも聞いてない。言っておりました。一般反応です。嘘つきだなぁ。オフレコだからってなんだって言うんだ。松本龍より立ちが悪い。オフレコだったら言ってもいい。撤回すればいい。撤回すれば言ってもいいのかよ。なんですぐバレる嘘つくんだろう。嘘つくのやめてもらっていいですか。オフレコでもダメなのこんなの。松本、こっち来いよ。永田も待ってる。松本龍、復興大臣だっけ、当時ね、東北に乗り込んでっちゃって、書いたらそのシャワー終わりだからなんつって、脅しちゃってね、大恥書いてましたけれども、元課長補佐様には逆らえませんな。謝罪会見でこれ。数分前の記憶すらないから、セーフと。小西が息をするように嘘つくのか、小西の脳内ではそれが真実となっているのか、これまでの言動からですね、こいつは本物の〇〇、後者の可能性が高いですね。少なくとも謝罪会見開いておきながら、反省も謝罪も全くしてないことだけは確か。本物の〇〇は一味違う、ぜい。常人には真似できんな。事態を挽回しようと開いた記者会見で、言い訳と自分に都合いい嘘をついて、それがすぐバレて、事態がますます悪化。サスコニとしか言いようがないですね。民放労連と NHK 労組は、立憲支持を公言してます。で、全力で変わってます。サスコニはですね、フジテレビと NHK を訴えるって言ってみたり、産経記者を訴えるって脅してみたり、今のゴミマスにとってですね、小西は可愛がってた近所の子供が手榴弾を抱えてこっちに走ってくるようなイメージじゃないでしょうか。これ私のイメージなんですけどね。とんでもねえやつ、排除しないとって、なるんじゃねえ、これ。小西のサルバン族発言に対して C 和夫、個々の議員の発言についてコメントしない。2020年10月に杉田水脈議員の発言を撤回して、議員辞職しろって言ってたやんか、と大好評を博しておりました。一般反応です。自民議員には散々言ってきただろうが、もうみんな忘れてると思ってるのかな。自分が忘れてるんでしょう。
都合がいい話ですな。ダブスタと弾圧コンビか。高市さんが言ったら発狂叩きするくせに、自民党の議員なら大騒ぎ。まあ、共産党がダブスタで小西を擁護するってことは、小西は立憲よりもですね、共産党にふさわしい人材っていうことになるんじゃないでしょうか。小西はマジでですね、立憲に居場所なくなりつつありますから、マジで共産に移った方がいいんじゃねえのかな。同記者会見で、同じ記者会見でシーカズをこんなことも言ってました。憲法改定を発議する場所だから憲法審査会を動かすことに反対だ。つまり憲法審査会自体に反対している、開催も反対している、議論も完全否定って、日頃何でもですね、話し合いでって言ってる連中とは思えませんね。知ってたけど、まあ平気で嘘をつくっていうのが共産主義者の特徴ですからね。というわけで NHK 割増金について、ビビってる人いたら教えてあげてください。あとはあさっての NHK スクランブルでも、NHK は割増金をやめろーってやりますんで、ぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。